それですね。えっ、ー、とシーズン後半に、えー、差し掛かったこの第5戦、えー、スゴ、えー、ですね。こちらでですね、現在ポイントランキングトップに立っている、えー、1号車のお二人に来ていただきました。よろしくお願いします。まずはですね、えっ、ー、とまあシーズンこれから後半に入るんですけれども、まあ、お二方から見て、まあ、振り返って、まあ、えー、と初戦はですね、まあマ選手が欠場してしまったっていうところもあるんですけれども、まあ、現在ランキングトップというところまで来ますけれども、シーズン前半を振り返ってみて、まずそれぞれえっ、ー、と前半を振り返ってみての感想をよろしくお願いします。 まあここに来るまで非常にまあいい。流れで来ているのは間違いないなと思ってます。まあ、特に。ま、前半ま開幕戦ですね。牧野選手が欠場して。し でまあ、チームとしてはちょっと辛い部分ではあったんですけども、まあ、その穴埋めを、まあ、武藤選手が勝、えー、って出てくださって、えー、しっかりとポイントも取ることができて、まあ、そこでのフィードバックが、まあ、中盤戦の力強い走りにもつながっていると思うので、まあ、武藤選手にも感謝してますし、えー、2戦目から復帰した牧野選手も、えーまあ、テストをなかなか走る機会少なかったんですけど、まあ、しっかりと車にも慣れて今の環境にもす。 すぐに、えー、馴染んでくれたので、えーまあ、茂木の優勝にもつながったと思いますし、今のランキングのトップにも、まあ、生きてるのかなと思ってますそれでは、牧野選手、お願いしますすそうですねあの僕自身は開幕戦を欠場してしまって、えーまあ何て言うんですかね、こう自分が本来走るはずのレースをこう、まあ、実際、家で見てるという,ような不思議な感覚から、まあ、そこからちゃんと復帰することもできて。 えーまあ、そうです、ね、いろんな方のご協力があってのことなので、えー、それで今、あのランキングトップにつけているということは、まあ、本当に、まあ、まず復帰できてよかったですし、えーまあ、ある程度チームにも貢献できているのかなと思うので、えーまあ、このままシーズン最後まで頑張りたいいなとと思っってますはい、でちょっと牧野選手にお伺いしたいんですけれどが、えーまあ、先ほど、山本選手がこうすぐに馴染んでくれたということをおっしゃっていたんですけれどが、えーまあ、なかなかこう自分がちょっと。 出ることができないという状況の中こうすぐにこうレーシングモードというか、えー、とこう開幕をちょっと取り逃してしまったんですけれども、えー、とすぐにこう実践に馴染むためにこうイメージしてきたこととかトレーニングしてきたことなどはありますでしょうかうーんと、まあ、やっぱりその入院した期間とかも含めてやっぱ体力はかなり落ちてましたし、まあ、そこを戻すところから始まってそのレーシングカーからかなりの期間離れていたので。 あのまあ、そのリハビリじゃないですけどちょっとホンダのスクールにお邪魔させてもらったりとかあの昔お世話になってたガレージさんであのミドルフォーミュラ走ったりとか、まあ、そういった意味ではいろんなことをやってきて、えーまあ、感覚は、まあ、正直、復帰した時藤井のラウンドでは完全に戻ってたかといえばちょっと微妙なところですけど、まあ、ただ、レースを重ねていくうちに、まあ、GT だけじゃなく僕はフォーミュラも走らせてもらっているので。 まあそういった意味ではだいぶもう感覚はいいありがとうございます今、現在ランキングトップということで、まあ、シーズン連覇が期待されているお二人なんですけれどもシーズン後半戦に向けて、まあ、昨シーズンは開催されなかった,ったで、まあ、今回の素顔みたいなサーキットもあると思うんですけれどもシーズン後半に向けてのこう意気込みというか戦略というか狙いといったところを、まあ、教えていただける範囲で教えていただけたらなという,ふうに思います。うんそうですね、まあ、あのー 去年開催されてないサーキットに関してはまあ特に走ったことのないチームとドライバーにとってはまあ未知数の部分が多いのでどこまで持ち込みがうまくあった状態で持ち込みのセッティングがうまくあった状態でサーキットに入れるかというのは1つ重要になると思いますしあとは全社がテストしたことがないわけじゃなくてタイヤメーカーさんによっては菅生ですとかオートポリスで 事前にタイヤテストを行っているチームとドライバーもいるので、まあ、そういったところでの,その優劣が出る可能性はあるんですけどが、まあ、いずれにせよ大事なのは、まあ、残り4 1回ですけどラスト2戦でしっかりと優勝でき,るできたチームが最終的にはチャンピオンを取ると思っているので。 もちろん、菅生とオートポリスも大事ですけどそれ以上に大事だと思っているのはやはり茂木と最終戦の富士。ここで、まあ、勝つレースをしないとタイトルには届かないかなと思っているので、まああのまあ、そこが重要だなと思っていますすそうですね、まあ、あの山本選手が言われたことの通りにもなるんですけど、うんまあ、僕自身としては、まあ、今回の菅生もそうですし オートポリスもそうなんですけど決勝をちゃんとドライでレースしたことないんでスーパー GT で、まあ、そういった意味では、まあ、ちょっと未知数な部分もあるんですけど、まあ、しっかりそこはいろいろ来る前に調べたりもしますし、えーまあ、重要な一戦にはなるのかなと思ってますし、まあ、あと、やっぱりあのスーパー GT はサクセスウェイトがあるんで、まあ、そこら辺も加味しながら、えー、しっかり えー、今回の都合大会とオートポリスは踏ん張るレースだと思うので、まあ、しっかり踏ん張れたらなと思います都合に関して、まあ、もちろんあの真面目なところでもいいんですけれども楽しみにしているところとか周辺でえっといつもここに立ち寄るんだといったところがあったらちょっとこうファンの皆さんに教えていただけたらなというふうふに思うんですけれども何かありますかその辺は槙野選手が得意なんでないやすごい振りなんですけど何にもないんですよね <laughs> なんですかね。 なんかいつも、じゃあ、スゴに来るまでのこういつもやってるルーティーンとか、なんかそういった、こう、スゴならではの、ちょっとプライベートなところ、あれば教えていただきたいなと思うんですけど、まあ、スゴに限らずかもしれないですし、あ、でも、あれか、スゴだとやっぱり、まあちょ、今ちょっとね、コロナ禍で、ちょっとあれですけど、まあ、以前だと、まあ、やっぱり牛タンは食べに行ってたんで、美味しい牛タンさんは多いですよね。それぐらいですかね僕あんまり そんなな言うほどののレースの経験があるわけじゃい地方のサーキットに行くとそういったところをまあ楽しみながらレースをさせてもらえるということが、まあ、僕らにとってはこうリフレッシュしてリラックスできる時間にもなりますし、まあ、そういうところが地方に行った時の楽しみの1つではあるかなと思うんですけど、まあ、早くこのコロナが収束して、まあ、通常の平時のようなえー まあご飯屋さんに行ってとかっていうのができたらいいなと思いますけど、まあ、今はこういうコロナ禍の状況の中でレースをさせてもらえてるっていうことが非常にありがたいことだと思ってますし、まあ、東北でスーパー GT をやる機会っていうのはこの一戦しかないので、ま、だ人数制限もまだありますけども。 まあ、東北の地域の皆さんがこの菅生のサーキットに足を運んでくださってそんな方たちの前でいいレースができるように、まあ、それを一番心がけたいなと思ってます最後にですね、えー、とこの動画を見ているファンの方々に、えー、とお一人ずつメッセージの方をお願いああのシーズン連覇がかかっていますけども、えーまあ、あまりそこに 囚われすぎずに自分たちの強いレースを1戦ずつしっかりとやっていきたいなと思っていますしあの、まあ、スタンレーさんのメインブランドになってスポンサーカラーになった初年度でもありますのでもちろんそこでしっかりとチャンピオンを取りたいとは思っています。けども力強いレースを ただただしたいなと思っていますので、えー、まあ、皆さんにもその姿を見ていただいて、えー、応援していただけたらなと思いますので、えー、これからも応援をよろしくお願いします。で、牧野選手お願いします。そうですね。あのこのコロナ渦で、あのファンの皆さんもこの感染スタイルが変わってまあ、大変な時期だと思うんですけど、えー、まあ、昨年レイブリックの最終年にチャンピオンが取れてまあ、今年はスタンレーとなって、あの1年目の。 あのまあ、チャンピオン含め連覇がかかっているという状況なんですけど、えーっとまあ、僕自身の,その連覇っていうのはないんですけど、まあ、しっかりそのチームと直樹さんの連覇に向けてあの自分ができることを精一杯残りのシーズンもやりたいと思うので、えー、ぜひ最後まで応援よろししくお願いいいまますすはい、ありがとうございます、えー、本日はですね、えー、っとお忙しい中レースィークにお二人に来ていただきましたありがとうございました。